こんにちは人事部長ユーチューバーの長の谷川充ですえー、っと高校の同窓会ネタですね、えー、2本目なんですけども、ま、今日は、えー、東京の市ヶ谷で、えーま、島,島根県の浜田高校という高校のですね、えー、同窓会、まあ、同窓会とも同級生が集まる会ではなくてですね、えー、一番、まあ、古い方で1期高校の1期の方で,で私は40期なんですけども、まあ、40歳違う方ですね。 でそれで一番若い方が54期の方がいらっしゃったんですけども、まあ、今日の、まあ、非常にまあ感じた部分っていうのは浜田高校というその高校という、まあ、共通点だけでですね、まあ、こう距離感が年齢を超えてですね距離感がぐっとやっぱり近づくなーっていうのはすごく感じましただからやっぱりなんか共通のキーワード共通のキーワードっていうのは本当に強力だなーっていうのがまず思った。 率直な感想ですまあ、初めてちょっと今日、まあ、11歳上の方々ともですね、えー、お話なんかもちょっとさせていただいたんですけども、まあ、本当に高校の先大先輩ですよね大先輩ともお話しさせていただいて、まあ、なんかその 普段,普段だと普通だったらですねまあ本当に11個とか2個上の人だったら初対面だったらそんな距離感は縮まるのに時間がかかると思うんですけども本当にその共通のキーワードがあるだけでぐっ、まあ、と近くなるっていうのはすごいなというのは感じました。であとですねもう一つちょっと感じたことはまあこれ毎年毎回恒例なんですけども「硬歌を歌うんですねここの効果「これが、えーっとまあ、これ旧中学校の 効果でここが、まあ、私が在籍した時にもあった「効果なんですけども効果ととまあ、最後ふるさとを歌うんですねこれ、まあ、参加者全員でこれ歌うんですけどもまあ,あのこの「効果というのは当然大人な卒業したらですね歌うことってのはまあほぼほぼもうないですけども。 えーまあ、高校の時なんですねなんかの行事の時にはやっぱりこう1年生から3年生にかけて、まあ、あの行事の時には何か歌っていたものなんですけども、まあ、本当に今回ですねまたうんこの校歌を歌ってみてじん、まあ、と来てしまったんですねもう本当ちょっと涙がうるっとした感じなんで、まあ、それだけ、まあ、私自身がですね私自身が島根のことを好きなんだなと、まあ、浜田高校っていうのが好きなんだなとか。 えーまあ、私の、まあ、地元がまた好きなんだなっていうことを、まあ、非常に感じたところでもあります、まあ、ちょっとなかなかですね、えー、っとこの数年ちょっと実は帰ってないんですけどもうんやっぱりこうまだ両親も健在で島根におりますんでねやっぱりこう帰ってあげないといけないななんていうのもちょっと思ったりなんかしました。であと、まあ、なんでしょうね これちょっと島根県だけのことではないのかもしれませんけども、えー、高校が、まあ、もともと学区っていうのがあったんですね。で、私も浜田高校に行きましたけれども、私は隣町の豪津市っていうところに住んでる、住んでるっていうか住んでたんですよね。まあ、今も実家ありますその豪津市から浜田高校に行こうと思うと、これ学区を超えてなので、えー、まあ何パーセント、何 今日の話で10%って言ってましたけども、まあ当時はちょっとその数字とかはよくわからない、分からなかったんですけども、とにかくまあ今までだと、えー、10、えー、10%, あの10ですね。1割の人しかこの学区、外のところに入れなかったみたいですね。で、ただまあ来年、来年からは、 その学区というのは取っ払われるので、えー、当然まあその私の住んでた豪津市からまあ入ることもおまあ比較的、まあ、容易になるっていうかあの入りやすくなるまたはその県外からも来るという人たちも、えー、今のところもですねいらっしゃるみたいで、まあ、そこをもう少しずつ増やしていこうみたいなこともですねおっしゃっていてああなるほどと。まあ 魅力ある学校には、やっぱりこう、進学したいなって思う人たちがそこに進んでいくとは思いますんでね。えー、まあだから、逆に言うと、学校の淘汰っていうのも、これから加速するのかなっていうのも、あのな、なんですかね、もう感じたところでもありました。まあということでですね、本当に共通のキーワードは協力だなっていうことと、まあ効果、まあ自分自身の在籍したと高校の効果をですね、 歌ったら、まあ、本当思い出がこ、まあ、み上げてきてですね涙が出てきたという、まあ、そんな思い出話をちょっと今日は、えー、お話しさせていただきました。ということでぜひチャンネル登録をお願いします。